やめろやめろ、あ見えちゃったあ見えちゃった、つまんな鳥。ちょっと未来のケイン小杉、Century 27、あなたの家もう見つかったね、ちょっと未来だからもう見つかった、といい家見つかってよかったね、おはようございます。ここはもう北斗のトロフィー狙いです。朝一カスタム狙い、あずガラガラじゃん、よし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 、角角の北斗ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様おはようございます。サスケでございます。そしてキャンです。はい、ということで本日は2024年の4月23日ピロタの誕生日です。おめでとうピロタ。はい、ということで、まあ、ピロタには一昨日の夜ちょっとささやかながらプレゼントをさせていただきましたけど、そんな中やってまいりましたのが東京都でございます三幸梅島店ということで、まあ、毎月大体3のつく日に来ておりますけれども、まあ、結構ちっちゃいねパチスロが110台だか20台ぐらいのお店で、はい、今日は平日ということもありまして並びがあまり多くなく、といっても70名ちょっとということで、まあ台数に対して考えたら半分以上並んでるんで、まあまあなんですけど、前回とか150人ぐらい台数超える並びだったんでね、はい、まあ、そんな中私抽選番号が27番ということで、まあまあまあバルブレイブ3台ガラクリ1台、寝台の番長4が2台みたいな感じで、まあ、全部もちろん取れずで、北斗の拳っていう台皆さんご存知ですかね、はい、まあ、このお店その招待数ながら北斗だけは6台ぐらいあって、でまあ毎回来るたびにもう朝一の結構カスタムでトロフィー出るっていう感じなんで、はい、で北斗は空いてたんで、まあ、ちょっと 1BB チャレンジというか、まあ、1カスタムトロフィーチャレンジですね、はい、やっていきたいなと思います。でまあ出たら正直移動もなかなかね、できないと思うんで、でまあ今日もねこの後福岡に行かないといけないので、そんな長くは打てないんで、まあ北斗金トロフィーでもね出ればね別に打ってもいいのかななんて今のところはまだ思ってます。実際打ってみてどうなるか分かんないですけど、はい、まあそんな感じでとりあえず1トロフィーチャレンジやっていきます。よろしくお願いします。ということで 1BB チャレンジ兼、朝一カスタム狙いで、判別とか分かんないし、もちろんこの台のことが大好きなわけでもないんで、でこのお店の過去の傾向から結構カスタムで朝一トロフィー出るっていうのを、数回、まあ、天然もそうなんだけど、この北斗に関しても目撃してますんで、まあ、朝一その当たるまではまず打って、でその後の感じトロフィーの有無とそこまでのなんか感じで打ち続けるかどうか決めると。青缶3つって天国じゃないの？埋まってました、うん、埋まってんの？はい、サエカノ。お前サエカノって呼ぶなよ、なんでそのちょっとぶってんの。これ青缶3つって天国じゃなかったっけ？違うか、確定ではないか。あ、1個じゃなくて3個。あ、青缶3つ出てきたんだけどさ、何もしてないの。なんかありますよねこの北斗導入から1年経った今さあ、なんかありますよねそういうのみたいな誰打ってるやつもカメラマンも何も分かってないっていう、うん、初レア役。あれこれってさ150とかで来るんだっけ。これ確かこれ出た時点で25% であれが天国に上がるらしいんだよね。第三停止でなんか振り向いたりしても天国みたいな。でも確定とあれが分かんない。あ、なんか青缶とかは、うん、第一停止、第二停止、第三停止で変わる。あ、レバオンかなんかだった。あ、そうですね、レバオンオア第一オア第二。とりあえずランプ矛盾だけ見ておけばいいな。まあダメか。ウィーグルってさ、マジで勝たないよね。あ、当たってる。リプレイだ、赤フラ。本前兆。これだから、でこれさ、スイカで当たってたら熱いと思うんだけど。あ、出た。これどっちで。え、これさ、ゼロぴったりだったら確か北斗揃いなんだよね。ああ、負けてた。だからスイカ、まあこれも当たってんだけど。あ、じゃあやっぱ強調で当たってたのかね。まあまあいいでしょう。何番？3連続キャラリー見にくいわ。おかわり350枚。あ、エイリアンだ。あ、
はい、強制だね。187ゲーム、350枚、強制一発も。ここまでに起きたいいことは、まあ、強制がちょっと早いっていうのと、まあ、まあ1回だから確率も減ったけどもないんだけど、あとは何も引いてないのにもしかしたら天国にいたかもしれない。でもそれって高設定挙動なの？知らない。大事なのはここだから。最後記念すべき一発目、まあまあここは自分でいくか。ほい、なし。そいや、ダメ。ワンあるよ。そい、よし、簡単簡単。ここで確定薬引いてもいいんだよね、多分。じゃあ向こうのカスタムもさ、チェックしないといけないけど、左からだと見にくいよな。隣までしか見えないな。右側だったらな、左側のトロフィー結構見えるのに。強い。頼む、トロフィー出ろ。やめまで視野だな。トロフィー出てたよね今。なんか見えましたけど、ね、レインボーじゃない？じゃあもうないかな。どうだろうね。これで隣の台も出たら、出てない台はもうないみたいな。でもそんな分かりやすくやるかなっていうところもあるよね。出なかったって何？トロフィー。あ、長っ。ああ、そういうことね。当たってた。長かったもんね今。やったやったぜ。まあ設定差とかじゃないよね、もはや。チェリーだもんね。あ、出た。金、金。北斗とりあえず見えてる範囲で3台中2台出てるんだよね朝一で、この台が出てないのよ。店長に聞いてみようかな。カスタムってやっぱ朝一出ない台はやっぱちょっとあれっすかっつって。いやでもカスタムで出なかった台は全部ダメってちょっとやりすぎな気するんだよね。出なかった台でも例えば3000ゲームカスタムとかでっていう可能性はあると思うんだけど、でもやっぱ出てる方がいいよね。あっ雑魚セリフを聞き忘れるという。トロフィーしか見てなかったわ。赤かったね今。天国ってことね。これで上がったのか、もともと天国だったか。お、まあ天国弱水化かな。オノラオ中段引け。あ、ない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 やだ、無理。ハッシュタグ無理。よしよし
中、うわー確定役来た。いやいや、え、これ中で継続した状態で、ちょ待って、これバトルまでない。いやだって、え、チャンス以上は確定でしょ。これすごくない、これとこれ同時出現。ちょっと取っといてよこれで、このままなんで行かないのかよお前、なんだよそれ。今のもうそのままバトルでいいじゃんね。だって継続確定状態からさ、まあ、久々にやったこれ自分で代行でも何十回ってやってきたけど、無理無理無理、これ外せないんだけど。これでさあ第2で来なくて第3が当たりだからね。無理無理、こんな緊張するんだこれ。代行の時はなんか適当にやってたけどさ、だってこれ無理だもん、終わったら終わりだもん。なんだよお前、なんか引けよもう。もうす、こんな気持ちになるんだ。今すごいとこで引いたじゃん。ていうかあれなんで行かねえの、 いいじゃんね。あんな、1万分の1みたいなやつでしょ。あれもあれ剣になってるから継続率めっちゃ高くなってるよねこれ。そうだよね、継続率アップ抽選とかあるから。そうだ、ユリア復活俺初めて見たけどさ、なかなか終わらなくなったぞ。パンチ倒れるユリアで復活だと 84% 84がある。え、ただのユリアってそんなないの。あ、でもユリア復活84は89って書いてあるんですよ。だからまあ北斗揃いって一緒か。このラオウよし押しっつってさ、これで負けたらお前ちょっと許せない。この84以上になってこれ出て、はい、さすがにね、さすがにね。ちょっと無理だ、やってないって、やってないって。それだってそおかしくない。やめよっか、何この台、何この台、クソ台じゃん。何それ、出来れ出来れ、6号機は全部出来れ。この服がレインボーに変わるまでずっとねじっとくわ。これで当たってなかったらお前赤赤で青てか、これさっ長っ。これなんなんこいつ何なのこいつ、こいつが一体何なのかもわかんねえしさ、あの白ナビでさ、あ、第二停止でアターだよ。ほら当たるんじゃないの、そんなことなくない。天国ってことないじゃん。あ、当たるわ。え、当たるでしょ。え、もう喋ってる。ああ分かった、ゼロだけど。でもこれスイカ引いた次ゲームにチャンス目引いてんので、確かこれゼロで当たったら北斗揃いじゃなかったっけ。だからこれで北斗揃い出てこなかったらあのチャンス目で当たったことになる。え、そしたらさ、ちょっと6なんじゃないの。あれだって今のすごくない、何にも引いてなくてさ、弱スイカ引いて
チャンス目引いてさ、当たる？こんな当たる？ちょっと長いし北斗ゾロ期待しちゃいますね。ああ、しかも弱水から当たらねえだろっていう。やめ時がわからん。早い。あ、速くて倒れたら79みたいになかったっけ。高速で雲が流れて倒れる継続率84/89。マジ？いや俺すごいな。あのやっぱチェリーで上がったのかな。2連続じゃん。赤七青オーラしか出てこないけど。まあ設定はありそうだな。でもね、打てないこの台は。設定はありそうだけど打てない。強スイカ0回だったけど、明らかにさっきの当たりとかね、弱スイカの次ゲームのまあチャンス目で当たったと思うんだけど、ちょっと遊んでやるつもりだったけど、あれはまあ挙動的にはいや分からんよ。俺も北斗の高設定であるものが分かんないけど、まあなんか今まで打ったことある北斗ではない北斗だったとは思うけど、まあ無理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 。ちょっと、うわすごいの出た。これ4コマでしょ、うん、これもうリプレイオアベルオアなんだけど、だからまあこれ別にゲチェナじゃなくても当たりなんだけど、これ4コマってことは鳥上段に押してるから鳥が蹴られてる。やったー、100枚ね、この台。よし、嬉しい。力、これ気づいた？俺力ってずっと左手でやるんだよ。これ TikTok 仕様、あの反転するやつ。インスタとか反転するんですか？いや大体反転するじゃん、女の子の使うカメラアプリ。ああ、はいはいはい。俺あれすごい嫌いなんだよね。いいんだよ別に反転しててもいいんだけどさ、あのいわゆるパチンコパチスロ系の女の子がさ、今日はクランキーが取れましたみたいなことを言って台の前で撮ってる、その台のさ、あれが反転してるの、俺すんげえ許せないの。いやそれクランキー取れましたじゃなくて、お前自分のことを可愛くするための加工で反転しててさ、すっげえ違和感あるんだよね。あれ違和感みんな感じないのかな。それは女の子の顔が反転してようがどうだっていいんだけど、加工していようがどうだっていいんだけど、パチンコとかパチスロの前で撮るとさ、だってレバーが右側にあるんだぜ。あれは良くないよね本当に。これもう北斗2セット分出たわ。うわ、なんだこれ、初めて見た、フリーズ、怖ぁ。いやリプレイで今のやば、ブラック外した。いや北斗でもこんな声出んかったよ、やば。初めて見た、嬉しい。いけねえな、鳥から行くか。鳥だ、リプレイ重複。そんなのあるんだ、知らんかった、すっげえ嬉しい。あ、鳥だよなやっぱ。おお、嬉しい。売れピーマン、まあいいでしょう。おし、初クレチャル当たった。リーチ目休憩決めましたけれども、黄色い看板風流、俺が今まで食べた担々麺で一番うまい。これリプレイあんの？あるの？まあ追加はよし。あー、金揃った、金目、よしよしよし、500以上、うんうん、まあまあまあね、よし、継続以上ね。右ベルね、矛盾なし。あ、ただね、コメント欄で見ちゃったんだよね、これを外すところを早く見てほしいって。
え ざけんなだよあれ。だって羽揃って子役子役でつないでさ、おお、いいでしょう、いいでしょう。225ちょっとはまったよ。なんとか耐えてるな、ノーマルかけて。どんな見間違いじゃなければあの子17ゲームで1回も来てないんだよ。これえ1回も来てない。いやすごいって、これすごいよね、初めて見た。これ2万枚ぐらいもらわないと割に合わない。初めて見た。なかなかないっていうか、あっては困る、あってはならない、あってはならない、そんな無理じゃん。保証もらわないといけない。今年50回目の飛行機だ。丸3ヶ月90 100 110日で50回目の飛行機だ。あの設定6のドライブぐらい飛んでない、実際110分の50。だだいぶブリブリの6だよ。6より飛んでるな、これは。おほ、いきなり夜だよ。俺1回だけこれあの子役3連続ぐらいしてるときに1回だけ夜行ったんだけど外れたよね。だからいきなりだからすごいな。来たかな。え、あれ夜すごくない？初めて見ました。まあ外れたおかげで喋れたよ。気持ち悪い。あーマジかよ、どうなってんだよこの通り。いきなり夜とかさ、ちょっと勘弁してほしくない？何だったの？おやっとだよ、しごろ。無理、無理、無理、はあ、無理だってそれは。あーちょっと回して天国チェックしてやれか。ということで午後4時半ですね。店内状況を最後に見ていきましょう。ここね、あのカウンターがないからよくわかんないんだよね。普通の打ってるとデータカウンターだけだとねちょっとわかんないんだけど、カムイもまあなんかもんで2000枚みたいな。天然これが朝一金プレートだっけ。うん、で北斗は、俺が打ってたらまあ良さそうではあるんだけどわかんない。でこの隣これが朝一金トロフィー出てて、ここがまあなんかレインボー、ちょっと2個隣だから見えなかったんだけど、まあまあ何らかのトロフィーは出てた。はい、でその隣にもこれも初当たり15回だからね、ダントツだからね、まあまああんじゃねっていう。だから北斗はもう正直全でもいいレベルだとは思います。ただ全カスタムが入ってるやつと入ってないやつがあるって感じかな。お、ベンデッタこれ4000枚出てんだ。でブブブはね、これがまあミミズっぽくて、でこれはミミズかどうかわかんないけど、でもちょっとミミズっぽいかな。うん、もうカバネリはいつもだいたい出てるんですけど、赤度はいいね、まあ出てて、これ金トロフィー出たって言ってましたけど、まあやめたってことはまあまあ本当まあまあまあそうなんだって感じだね。はい、であとは後ろバイオ RE2 がとりあえず1箱出てて、でウンピーも2箱出てて、延々もとりあえず今1500枚ぐらい出てて、番長ゼロがこれも4000枚ぐらい出てんじゃない。でその隣も多分2000枚以上で、ここも番長全はありそうだね。まあまあ本当至る所にって感じですけど、北斗もだいぶ入ってるんだけどね。まあ以上ということで、
参考梅島店での実践終了ということで、まあ、今日はね朝一北斗から、はい、1トロフィーチャレンジしたんですが、まあ、結論から言うとトロフィーは出なかったんですけど、でもなんか、まあ、初当たり4回でやめたんですけど、そんなにね悪くなさそうでしたけどね。なんか普通に最初はね強打でパンパンって当たったんで、まあまあわかんないんですけど、その後弱スイカで当たって、でその後なんかあのマジで何にもずっと恋愛区間200ゲームぐらいでマジで何もない絶対地獄モードでしょみたいなところから弱スイカ引いた地ゲームチャンス目引いて、おそらくそのチャンス目で当たったっていう感じですね。弱スイカから32ゲームチャンス目から31ゲームで当たったんで、はい、あんな当たり方初めてです、はい、っていう感じだったんで。ただ朝一隣の台が金トロフィーで、もう一個隣の台も何らかのトロフィーは出てたんですけど、トロフィーのかけらは見えたんですけど色まで見えずに、ただ、今の時点でもう人が変わってるんで、さすがにレインボートロフィー捨てないんじゃねっていうところで、で俺の北斗は、まあ、カスタムでね金トロ以上出なかったっていうのは、まあ、最大の理由ではあるんですけど、まあ萎えちゃったっていうのがありますよね。で、まあ、確定薬も引いてたし、なたかだか1500ゲームぐらいしか打ってないですけど、まあ、いわゆるあれが良い挙動なのかなとは思いましたけど、でもまあやっぱり 1BB チャレンジぐらいがちょうどいいのかな。まあ今日も 4BB ぐらいだったら、でもまあ最後萎えてやめちゃったんで、でその後行った鳥ですね、はい、鳥が、まあ、結果的に予想設定は5ということにしますけど、まあボーナス130何、まあほんと5ぐらいの確率で引いて、結構ね球出たんですけどね、最後ハマっちゃって、でまあちょっと未練打ちして終了ということで、全部で北斗で16000円か、鳥100枚使って921枚回収だったんで、北斗の負け分が16000円使って300枚返ってきてるんで、500枚ぐらいでしょ、だからプラスだね、はい、300枚ぐらいプラス、まあ、結果プラスで終わってよかったんだけど、本当にねあの北斗の狙いはマジで間違ってなかったよねっていうのはあります。結局隣とその隣がトロフィー出てるんで、本当に朝一カスタムしっかり狙えるお店なんで、まあ、ほんとちっちゃいお店のほんと完成形なのかなっていうような、まあいいところと悪いところじゃないですけど、正直ね荒い系だと設定があったとしてもやれないとクソへこんじゃって、うーんって入ってんのかなみたいなっていう気持ちになっちゃうっていうのは、まあしょうがないですね。まあプラスで終われて、はい、残り1週間、はい、ちょっとまだまだ負けてますけどもね、しっかりとまくれるように立ち回っていきたいなと思います。まあ今日はとりあえず勝ったんでよしということで、まあ、また次回来ることもあると思うんで、また抽選から頑張りたいなと思います。ということでこちらいただきチャンネルの収録スケジュールでございます。はい、ご確認の上遊びに来ていただければこれ幸いでございます。以上お疲れ山でした。